吉田屋は、称号の一つ。全国にその名を見ることができるが、特に、京都三本木通りにあった料理屋の吉田屋が、歴史的に名高い。吉田屋は、幕末に東幕派の志士たちが密会の場として、頻繁に利用していた。新選組に追われていた、桂小五郎を、吉田屋に席を置く景気の幾松がかくまった話が、有名。 坂本龍馬と中岡慎太郎が署名に立ち会った、殺土名約締結の場としても知られる。三本木は、江戸時代には、町芸者を置く首郎が立ち並ぶ、歓楽街であり、吉田屋、清照郎などの料亭が抜きを連ねた。吉田屋と清照郎はよく混同されるが、同時期に三本木に存在したことなる料亭である。清照郎は、 薩摩藩の西郷隆盛が、勤門の変の直前に、いわゆる、血類会議と呼ばれる大演説を行い、長州藩討伐を諸藩に訴えた場所として知られている。一方の吉田屋は、長州藩の桂心楼が、愛人の幾松にかくまわれ潜伏した場所であり、西郷が敵対する長州藩の潜伏先で演説を行った可能性は、極めて低い。同様に、 来山陽の邸宅、三四水明所と吉田屋も混同されがちであるが、これは来山陽の死後に吉田屋がその隣まで敷地を広げたことが誤解を生じた原因であるすという。実際には三四水明とこ所の北辺に吉田屋が吉田屋の北辺に清てるがあった。現在は吉田屋とは個人宅になっており、 京都市が混流していた吉田屋跡の駒札も撤去されている。また、清照郎跡は、両帝山と屋を経て、立命館早々の地と銘打った記念碑が置かれている。桂ら心を、幾松宮京跡とされる閉店した、両帝、幾松とは、どちらも全く無関係で、場所も大きく異なる。ありがとうございます。